島根の出雲大社に続く通りでは新たなビジネスが登場。ジュエリーなどを扱う店が始めた浴衣のレンタルです。浴衣は知人らからタンスで眠っていた浴衣を譲り受け、観光のために活用することにしたといいます。浴衣や帯、履物がセットで記念撮影もついて料金は1万円。人力車で散策するプランも組み込まれているということです。これからさらにね、小出雲のファンの方が増えていったら嬉しいなと思ってます。